目の前で起きた悪いことは大体ゴルゴムのせい。どうも、おにぎり定食です。今回もまた新しいディバイバル作品が出てきたので、ちょっと考察してみようかなと思います。作品名は、仮面ライダーブラック3。まあ、3はあの太陽の3ですね。になります。これはね、昔、あの、私が子供の頃、毎週日曜日朝1 0時半から11時の約30分、や,やってた仮面ライダーブラックの 正当な続編まあ、続編とか亜種と言いますかね、また違う世界観を描いた作品になります。で、まあ,あの、当然のごとく特設サイトがありますんで、まずはあのそちらにあの皆さん飛んでいただいて、概要欄から飛んでいただいて、まずはその、特報という動画をちょっと。 3つほどありますので、それをまず見ていただけると助かりますので、まずはちょっとチェックしてみてください。1個1分ぐらい、30秒から1分らいですぐありますので、それが見終わったら、また私のサイトに戻ってきてください。はい、あの戻ってこられたでしょうか。あの3つほどあったと思うんですけども、まあ、短い中にね、結構、なんていうんですかね、シリアスな状況と言いますか、結構考えさせる状況のものがあったと思いますので、まあ、それを。 見ながら、ちょっと私が思ったことをあの考察していこうかなと思います。まず、まあ、設定なんですけども、時は2022年、国が人間と怪人の共存を掲げ、半世紀が過ぎました。人の姿で暮らす怪人たちは虐げられ、人間と衝突を繰り返す日々を送っていると。でそんな中、えー、人間と、えー、その怪人の溝は深まるばかりであった。そんな中、えー、調和を夢見る少女は一人の男と出会う。 っていうのがこのこ『仮面ライダーブラック』さんの一番最初の設定というか、あのー、スタートの文章になります。で、えー、その『仮面ライダーブラック』さんをやるまず役者ですね役者に関してはまず南光太郎役を西島秀俊さんシャドウモーン役にまああのー、秋月信彦ごめんなさい、まあ、信彦に覚えてますんで信彦が中村倫也さんがやることになっています。 まあねあのー、正直あの倉田鉄郎やるんかなと思ったけどまあさすがにちょっとまあ外されてしまいましてまあひょっとしたらどっか出てくるかもしれませんけどもまああのー、実力派俳優が2人やるということでまず演技力に関してはまず問題ないと思いますあの必ずいい演技をしてくれると思うんであの絶対に面白いもんだと思いますまあこを見ててもねかなり気合の入った演技してたんで僕はかなり好感干を得ておりますでまあそれを踏まえて この役者2人を踏まえて、まあ、今回の「ライダー」はどういうふうになっていくかという話なんですけども先ほど私が先あ最初の方に言った昔の「仮面ライダーブラック」ですねこれはもう完全に完全に超悪であの仮面ライダー対、まあ、あの悪人悪の怪人という簡単な図式も今までの「仮面ライダー」シリーズの復讐を受けたものだったんですけども今回の「ライダー」はちょっと違うのかなと思いますあの大人向けな作品なのかなと思います その証拠に、あの、レーティング。まあ、あの、する年齢制限ですね。実はこれ、18歳以上になってるんですよ、今回。っていうことは、まあ、単純にですけども、あのー、グロいと。<laughs> おそらく、まあ、ちょっと、あの、リアルな描写が出てくるんじゃないかと思います。もうかなりね、あのー、怪人のデザインも結構、あのー、グロテスクと言いますか、リアルに描いてますんで、あの、ちょっと子供には刺さらないデザインだと思います。で、 あの前作の仮面ライダーブラックと違ってまあライダーが一部の怪人だけと戦うというよりも人間対怪人という図式でまあストーリーが構成されていってるんじゃないかと思いますで先ほどあの皆さんに見ていただいたねあの特報からあの推察するんですけどもこのシャドウムーン信彦ですね、まあ、中村倫也さんがやるあのシャドウムーンがですね 怪人をねね導いてるんです、ね、このままでいいのかと。このまま虐げられていいのか。人間の住む世界イコール怪人の世界だ。ということでね、あのー、目、面、表に立って、まあ、リーダーとしてね、表に立って、こう、あのー、煽っているといいますか、焚きつけている感が見られます。で、あのー、ここがね、かなり前回と違うんですね。前回の仮面ライダーブラックでしたら、あの、シャドウモーンはね、どっちか言ったら、あのー、 怪人に使われる方だったんですねゴルゴムに使われる方だったうんそれなのに今回の作品まあまあその特報だけでは逆にもうあのリーダーとなって表立ってあのなんていうか自分の意思でやっているというような感じがしますねうんここはまず私が見て大きく違うなという点になりますねで逆にブラック南光太郎はどうなのって言ったら前作はもう本当快活ないけてる兄ちゃんゲー なんかクのゴルゴムの仕業かと見た感じで全てゴルゴムのせいだみたいな感じでもうあの能動的にゴルゴムイコール悪であのー、基本的にはもうあのー、無慈悲に <laughs> 無慈悲に倒してたんですけども今回西島さんがやってるブラック南光太郎はなんか悩んでるように映るんですよね私には何かを悩んで戦いたくないとまでは言いませんけどちょっと戦うことをあーの良しとしないもしくは好意的に捉えてない感じがしますね 主人公なはずなのに主人公感が薄いんですよ。どちらかというと、シャドウモーンの方が主人公感があります。これがね、ちょっと大きな違いで、まあ、あの、制作サイド側はどっちにしたいのかなというのがあ,のありますね。ひょっとしたらシャドウモーンよりに作りたいのかもしれません。うん。で、まあ、あの、ライダーのデザインですよね。ライダーのデザインもかなり、あの、前作と比べて大きく変更されています。メライダーブラックの方は、まあ、前作はね、あの、スリムな黒いバッタ。 というデザインだったんですけども、今回はねかなりごつい感じになってます。あの力技担当っていうような感じのね、あのマッシムなデザインですね。どちらかといえば、まああえてイメージするとしたら、あの鉄拳あの3以降のキングみたいなあのデザインになってますね。筋骨流流とまではいけませんけど、まああんな感じのあの <laughs> 力強さを演出してますね。 で、シャドウムーンも前作めちゃくちゃ好きだったんですよ。僕、仮面ライダーの中で一番かっこいいのはシャドウムーンやと思ってるんですけど、まあ、それもね、今風にアレンジされていて、ちょっと気持ちマッシブだったかなと。まあ、ブラックほどマッシブさではないんですけど、気持ちマッシブにして、まあ、あの、前作のデザインをね、できるだけ、あの、大事にして作られたのかなと思います。まあ、やっぱりね、今回のシャドウムーンの方が僕はかっこいいと思います。あくまでかっこよいさだけですけどね。やはりシルバーに緑の目っていうのはかっこいいですね。ただ、 ちょっと一つだけ許せないのが、あの、アキレス腱のところ、まあ、かかとの部分ですね、が、あの、尖ってないことがちょっと今んところあの、納得できてません。シャドウムーンといえば、カシャン、カシャンって言って、あの、かかとが鳴るっていうのがかっこいいんですけど、それがやってないので、ちょっと若干気に入らないかなというのがあります。で、まあ、あの、ストーリーの、今度はね、ストーリーの考察になってくるんですけども、今回は、人間側がひょっとしたら悪なのかなと。で、怪人側が、 正義という図式で描かれていくんじゃないかなと思っています。まあ最初のね、あのー、時は2022年というた設定にある通りね、あのー、国が怪人と共存すると、あのー、掲げた。まあ要は決めたわけですよ。それなのになぜか怪人たちは虐げられている。まあ当然気持ち悪いとか怖いとかってね、まあ一般的に言われているのが、まあ人間は弱いから、あのー、に無勢じゃないですけど、ちょっと意味嫌う。 種族でではありますんでそれをちょっと、えー、フューチャリングしたような図式にはなっているとは思うんですけどもただ僕が思うのは国が何らかの理由でその怪人たちを虐げることによって本来の目的から人間の目を背いているというような気がしますこれはもう昔の歴史からねあのひ、ー、もいていくと昔から日本人こういうことをやってるんですよね江戸時代もそうですし あの鎌倉時時時代代代とととかかか奈良そこ弥もやってますやはりその自分よりもあの身分の下,も下のものを作ることによってストレスのはけ口を作って本当の悪の部分をごまかしてしまうというのがあの昔から日本人のあるその伝統と言いますかね修正、まあ、と言いますかそういうものがあるんですけれどもそれを使ってんじゃないかなと思います。でまあ少女がね1人 この一人の男と出会う。この一人の男どっちなのシャドウムーなのそれとも南幸太郎なのそれとも他の人なのっていうまあ感じになってくるんですけど、この一人の少女、なんかおかしくないですかと。まあ当然平和を願うっていうのは大事なことだと思うんですけども、これもね、ひょっとしたら日本政府側が用意したっていうフラグもね、考えられると思うんですよね。うーん まあねあのー、どっちにしてもどっちの,その1人の男に対しても、まあ、シャドウムにしても、ね、ブラックにしてもそのもにしても,してもこの少女が煽っていると、まあ煽っているがたきつけているんだと思うんですよね。ということは、まあ、どうなってくるのか人間同士の対立なのか怪人を利用した何か別の裏があるのかそこがちょっと気になるとこかなと思います。 これまあ、どっちにしてもね、この1人の少女っていうあのが、鍵を握ってるんじゃないかと思うこの1人の少女が、ね、何かあのしゃ喋れば全てか、すべてストーリーが進行していくんじゃないかなと思っております。で、まあ、何話やるのかとか、何時間やるのか、ちょっとまだ全然私、分かんないんですけども、まあ、最終的にはね、まあ、いろんな設定があって、いろんなことがあって、ブラック対シャドウムーンの、まあ、1対1の戦いになるんじゃないかと思います。要はもう自分の 意思そ、あの、意思決定がどっちが強いかとか。かどっちが正しいんやという、大体もう絶対になってきますんでね。それになると思います。で、ただ、その、一対一の戦いになるのも、必ず第三者がいて、それを裏で、ね、糸を引いてる奴がおるというのが、もう目に見えるかなと。まあ、王道といえば王道ですが、私はそういうふうに予想しています。そして最後はね、あーの、どうなるのかなと。どっちが勝つのかなと思うんですけども、まあ、 順当ににばブラックななるはずなんですよただ先ほど言った通りどっちらかというとシャドウモーンの方が主人公感があるひょっとしたらシャドウモーンの方が勝つかもしれませんもしくはこの第三者があの成功してあのブラックとシャドウモーンが共倒れという3パターンもあの考えられますまあどこで落ち着かせるのが一番いいのかなと思うんですけど意外とねあのシャドウモーンが勝たせる方が面白いかもしれませんね うん、正直、ブラック勝たせると順当では順当です。だから、相手、シャドウムーンを、あの、フューチャリングさせるために持っていくっていうのもありかもしれません。ただ、今のところの情報では、まだちょっと、どうなのかは全く分かりません。どう展開をされてるかも分かりません。あくまで予想の段階ですんで。まあ、あの、終盤になってこの動画、もし見られた方で、ない外してるやんかとか思うかもしれませんけど、それも含めて考察動画です。まあ、そこも含めて楽しんでいただけると、私たちは嬉しい限りです。 目でまあちょっと話はストーリーから変わりますけれども今度は、まあ、ライダーといえばバイクですね実はバイクも、あのー、デザイン公開されていますこれがねやっぱ今までのライダーとちょっと違うのかなというのもやっぱちょっと感じますね昔のライダーでしたらやはりあのホンダか鈴木がやってたんでねあのそのままであのバイクにちょっとハリポテ感みたいな感じがしてたんですけども今回のバイク結構 手込んでますねあのー、ブラックの、まあ、昔だったらグラスホッパー相手なんですけどもこのグラスホッパー的なバイクが旧車仕様なんですよあのー、旧車に手もあのブブンブブンじゃないんですけどまあ相手言うなら SR をちょっとご,ごつくしたような感じの、あのー、SR をアメリカンにしたら変な感じ言い方ですけどセパハンにしてっていう感じなんですけど結構ねいけてますよこれはこれで、うん、グラスホッパーはどっちかって言っあのー オフロード、オフ車向けな設定やったんですけど、今回はちょっと長くして、ホイールベース長くして、なホイールベース長く返ってしないか。普通にあの、ネイキッキーとないな、あれは。えと、ー、カウルを付けたバイクになってますね。うん。で、対して、シャドウモーンのバイク。確か前作シャドウモーンバイク乗ってなかったんですよ。だからここ、ここ、今回結構このバイクっていうのが新鮮でして、シャドウモーンのバイクは逆に金未的なバイクですね。めちゃくちゃまあ、イメージしやすいのは金田のバイクですね。あの、アキラのネダの あんな感じに近いです。もしくは、まあ、前作の仮面ライダーブラックでたアタックシーズドって言ってね、最後はあの200キロだか300キロが走る仮面ライダーブラックが乗ってたバイクの白塗りしたような感じの,あの近未来的なデザインになっています。まあちょっとこれはね、あのフィギュアとバイクセット売っていくれら私ちょっと欲しいですけどね、かなりかっこいいです。あのホームページ公開されてるこれもまた一度見てみてください。 で、あと、主題歌ですね。主題歌の方はまだ未定ですね。カメライダーブラックではもうオープニングなんですよ。エンディングじゃなくて、挿入歌じゃなくて、もう絶対にオープニングなんですよ。これがね、決定的じゃないと、カメライダーブラックになりません。というのも、前作のカメライダーブラックは、倉田哲夫さんが、まあ、演者として出てて、オープニングも歌ってるんですけど、このオープニング、味があってね、すごいいいんですよ。だから、まあ、我々、開顧棒としては、そのまま使ってほしい。 アロマあのままの味でやってほしい。もしくは、倉田哲夫さんのディマスターでやってほしいというのがあります。ただ、まあ、やらないでしょうね。あの、多分あの、その、先ほど言った、人間対、あの、怪人っていう図式になっているんで、おそらく合わないんじゃないかなと思います。その歌自体はもう、あの、前作の方はやっぱり、正義に対するゴルゴム。悪魔に、悪に対する正義の歌っていう感じなので、ちょっと使いづらいのかなと思います。 うんでも、あのー、何らかの形で使ってほしいなと思います、で、倉田哲夫さんも先ほどもね、あのー、キャラクターに遭遇がないか、出ないんじゃないかと言ってるんですけど、あえてワンチャンスあるとしたら、あのー、ディケイド、まあ、同じ仮面ライダー、ディケイドってあるんですけど、そんな時あのディケイドの時もね、次元の違う仮面ライダーブラックとして出てるんですね、未来,未来から過去に戻った場合の仮面ライダーブラックとして、この次元の仮面ライダーブラックみたいな形で出てたから。 その別次元の仮面ライダーブラックとして出てきても面白いかなと思ってるんですけどね、私としては。とこむしろ出てほしい。その旧デザインをもう一回見たいという思いを込めて今ちょっとコメントしております。はい。で、あのー、最後ね、あのー、この作品なんですけども、テレビじゃないんですね。テレビ放送ではないんですよ。あのー、アマゾンプライム専用、まあ、アマプラ1000倍ということなんで、ちょっと普通の人は見れません。 まあ、あの、ほとんどの人がね、今、アマゾンプライム入って、だいまあ、アマゾンのサービスを受けていると思うんですけども、まあ、あの、入ってない人もいるかもしれません。で、ちょっと簡単にね、あの、アマゾンプライムの利点もちょっと軽く言っとこうかなと思うんですけど、まあ、それ言ってしまうとね、ちょっと、今回の動画、はじきの関係ないと思いますんで、あれなんですけども、まあ、あのー、アマプラ、いわゆるアマゾンプライムね、入ってそうないと思いますんで、あのー、あ、アマゾン仮面ライダーブラック、 やってくれるんかいなと思ったら、あの、月500円です。今現状。あの、入ってみて、あの、後でやめるも可能ですんで、一回入ってみてください。あの、そうはないと思いますんでね。他の作品も見れますから。で、それでまあちょっと仮面ライダーブラックを見ていただいて、あの、他のも見るというような形にしてれば、もう全然元取れますんでね。あの、期待してていいと思います。なぁ、まあ、あの注意点としてはそこだけです。アマゾンプライム入らないと見れないということなんで、ちょっとね、あの、 小さなお子さんとか無理かもしれませんけどもね。あの、音、今回のターゲットは間違いなく大人です。僕みたいな、あの、昔カメライダーブラックを見てた人を確実にターゲットにしてますんで、お金は、まあ、500円ぐらいあるでしょええー。だあの、そこターゲットにしてますんで、わあ、もうそこは乗っかりましょう。はい。もうこれは完全に大人のライダーと思いますんで、あ、あのー、しっかり楽しみましょう。せっかくリバイバルでね、今、音楽もリバイバルで生えてるんですけども、こうやってリバイバルいっぱい出してくれるんでね、もう一回あの時の精神をね、 あの、思い出す。もしくは、あのー、あの時の気持ちを感じるということは、やっぱり、バイバー作君いいと思いますんでね。もう一回皆さん、カメラダーブラックさん見ましょう。はい。まあ、絶対そうないと思いますんでね。私も、あの、見る気満々なんで。えっ、ー、と、予定で、予定というか、もう、確定として10月28日ですね。あの、やっているはずなので、あの、問題がなければ、何か <laughs>、あの、中村、 トモヤさんとか、あの、西島さんが変なことをしない限りは、あの、か、あのー、公開予定通りになると思いますんで、それまでちょっとね、あのー、首長くして待っときましょう。私も待っときますんで、首洗って待っときますんで、あのー、また始まったらね、感想を言えたらいいなと思ってますんで、その際はまたよろしくお願いします。以上、おにぎり定食でした。ちょっと長らくなって申し訳ありません。 高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします以上おにぎり定食でしたまた次回お会いしましょうバイバイ